どうもおはこんばんにちは、ホビドワです。バイオハザードリベレーションズアンベリドエディション、引き続きプレイしていきたいと思います。出てるコンティニューの画面で出てる絵柄からすると、これまでのバイオハザードクリスとジル編なのかな。パーカー使わないのかな今のところ。これが全てウイルスなの。画面のアングル変えて、アングル変えて。これ全部ウイルス、液体状なんだやっぱり。弾薬が、弾薬が大量に置かれているっていうことは、もうボス戦があるって決まったようなもんだよな。クリス、クリス気をつけないと。あれ面白いな。みんなこうやって見ないとないみたいな。あるけど普通には見えないっていうことかな。すごいな。あぶねえ。これで場所を変えつつ詰めようってことかな。危ない。ここは行かないと。行かないようだ。クリスをでもこっちまで呼ぶ必要性を感じない。あそこも開いたのかな。よっしゃっち。もう閉まってる感じするけどね。ハーブ。銃はまあ、まあまあまあ、まだ大丈夫。指紋か。本当はあの、後ろで登録しろって言われたけど、どうなんだろうね、あの簡単さは。ねえ、マシンガン。あればある、あるに越したことはないよ。新型ウイルスの感染について。T アビスか。もう、海洋性ウイルス液と言われたら分野解釈し、ここもまた事実だ。正直、バイオは本当、ずっとなんとかウイルス、なんとかウイルスって、新しく出てるのはどうかなと思うんだ、俺。T と G だけでもうよくね？これ以上必要ないよな、正直。ネタが尽きてきたんだとは思うけど、正直どうかな。そして大量にハーブが置かれている。もうこれはボス戦確定だろうな。大量大量。中断。いいね。ライフないんだ俺。どうカスタムパーツ。違法って出るのはどういうことなのかな。良さげな、良さげというか、通常より強いタイプのカスタムパーツってことかな。マグナムの、マグナム、といった方が良かったんじゃないかな。普通にチェンジ用のあれがあるといいんだが。ああ、あるっぽいぞ。ここを開けるよな。よし、調べとこう。まずは。なんかいる。スキャンできない。なにこれ。そういえば、あの、戦ってるやつは海洋生物なのかな？深海深海だ。バイオザード。なるく。ノーマン。まあ一匹ぐらいはいるかなと思ったけど。だよな。
死亡しているのか。さて、弾薬の回収に走るか。これが施設全体の制御システムのようだな。ね、いけそう。認証コードがあれば通話プログラムを起動できそうだ。マジでか。なら私は施設内で認証コードを探すわ。頼む、俺はシステムの解析を進めておく。そうか、一人で行くのか。俺ここに残るから行ってくれないかな、クリス。まあ残ったら残ったでおそらく敵に襲われるんだろうけど。あれここ、あ、まあそうだよな、落としてはくれないよな。マグナムの弾を大量に入手したので使った方がいいのかな。リローダー、マグナム一発しか入らない。例えばさっき取ったやつだ。リロー、あ、一発しか入らないんじゃなくて一発だけになってるのか。どう、 40% 上昇アップ。でも10上昇させたいところ。これでこれ。ちょっと取っとこうぜ。取ってこいつに装備させとこうぜ。間違えた。どう連射倍率。じゃあこっち。連射倍率クリティカル上げた方がいいんじゃないか。だろう、このままでいいか。ドアのロックコードを解除した。今開ける。サンキュークリス。分かってる、任せて。頑張る。うん、すごいいいやこの部屋。これダッシュでハーブとか言いながらダッシュしたら死んでたのかな。俺ならやりそうだ。なぜわざわざショットガンの弾を別のあれ作ったんだろう。まあ、あれ、どれでも、これは、ああ、痛い。危ない。死にかけたぞ、今。ダメっぽ。消えてない。あ、あの外にいたでかいやつかな。あー、戦いたくない。HP がいけてなかったからな。編集するか。あー、くっそー、お前もか。しょうがないから回復。あー、もう一体いる。いけた。間に合わなかった、残念。取れるかな。上に弾薬だかなんだか置いてあるからな。違う、グレネード。お母さんパーツ。マシンがちょっと使うか。これか。
今どこ？マグナの弾、マシンガン、マシンガン随分持てるようになったな。ショットガンの弾、これリロードはしませんってある。あれか、なんだ、あそ、あれ取ってからここ来るのかな。接種する装置のようだ。なるほど、あそこ行ってからこっちか。敵復活してるんじゃないか。これは復活はしていないけど、お前は急にどうしたんだ。なぜそこら辺を叩き始めた。なんな、あの薬を、薬じゃなのかな、のかどうかは分からないけど、あれを取ってからこちらに来ると終わったかな。うん、全部よくてこの大元素状態や。うん、うん、いいでしょう。冷凍睡眠からは EOW でも蘇生し始めた。手ごわなベルトルだけではないとなぜ気づかなかったのか逆に言われてる。自作ワクチン。クリス、こっちの調査で分かったことがあるわ。テラグリジアの黒幕はFBC のモルガン・ランズディールよ。ってレイモンドが言った真実とはそのことなのか。かもしれない。でもここで見つけたのは状況証拠だわ。決定的な物証がなければ。今日は戻ってまたあれを解除してあそこをボタンを押せばいいのかな。途中でボス戦かな。セーブされたってことはかなり怪しい。あー、しょうがないな。自分に使うってこと？ワクチンを注射した。あれ？このまま行ってもいけなくねえか。おい、今気づいたけど弾薬があんなところに。あそこ通ることになるの？やだよ俺は。あれ、ここでも通れなかったんじゃなかったっけ。通れないよな。通れない、通れない。どうしろって言うんだ。押そうとしたけど押させてはくれなかったしな。何かを見落としているのかな。こうあれっていうことではないと思うけど。何を見落としたんだろう。現実の地図。反応がない。これ困った。もうできへんぞ。どういうこっちゃ。だよな。違うよな。上登ったところでどうにも当然ならない。ここへ出ても行くところがない。あのボタンをこの状態から操作できるのかな。
ないよね。当たる当たる。ダメっぽい。これを見てもまあ読めるだけ。こういうことじゃ。初めに分からないぞだよなぁ。無駄玉を消費してしまった。こちらからはあれを押すことはできないしな。どうすればいいんだ。何かを見落としているな。あ、ダック的なものがあるのかな。何もないな。ああ、なるほど。ダウンロードを開始します。しばらくお待ちください。これは、なんかいっぱいパターンだ。ダウンロードが完了しました。よいしょ。これは明らかに水の中を泳いでいかないんじゃないかだと思ったよ。次に行こう。聞こえるか、ジル。ジル、応答してくれ。異常事態だ。早く戻ってこい。でしょうね。あれ、あそこ閉まっちゃったぞ。でもあそこ弾薬が浮いてたんだよな。あ、それでもついてるのか。やばい、死んでしまった。2回連続でヒット。そう、解除されたかなとずっと思ってました。息継ぐしないと死ぬ、そういう問題で死んだんではないんだ。残念ながら今回は違うんだ。どこまで戻った？ちょうど探す。ダウンロードを開始します。しばらくお待ちください。はい。あれ、これやってなかったらもしかして死ぬ？ダウンロードが完了しました。聞こえるか、ジル。ジル、応答してくれ。異常事態だ。早く戻ってこい。でしょうね。さて、でここが問題なんだが、上から出れるか。いけるいける。で、いけないか。あっちに弾薬的な何かがあったかな。あれを取りたいんだよな。あれだったっけ。ジルの位置を持てば。カスタムパーツか。どうやって出るんだ、ここから。ああ、普通に登れるし。行かなかったよ。なんとかね。今上がるわ。ジル。認証コードを入手したわ。苦労をかけてすまん。すぐに中和プログラムを開始させよう。よし。汚染なと。認証コードを確認。ウイルス中和プログラムを開始します。さすがは BSAA 所、目を見張るべき活躍だ。モルガン・ランズディール。オブライエン君とレイモンドが私の周辺を見張っていることは知っている。
までを巻き込むとは思わなかったが、知り始めた。それだけで十分な過失だ。やはりあなたなの、テラグリジアの黒幕は。新キャラだもんな。ちょん、どこ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 。おお、私が手を下したら問題だ。君たちはクイーンでのやりとっても前が出たる客のようだ。まだ光らしい。君たちの戦いぶりを感じさせてもらうとしよう。今ハンドガンがないからな。これで対処する。任せるよ。これちょっとスキャンしないといけないんだ。ダメか。お前も来たんかい。これ即死なんじゃないか。即死や。あ、いった。捕まれると思わなかった。そう、向井もう2回も連続で死んでいますね。ジル、認証コードを入手したわ。ふざけないで倒すよ。中和プログラムを開始させよう。任せてよ。一歩いようぜ。あ、そうか、またおっちゃんのしゃべりを見ないといけないからしょうがねえな。認証コードを確認。ウイルス中和プログラムを開始します。その話をスキップできないものか。さすがは BSAA 職、目を見張るべき活躍だ。オルガン・ランズディール、オブライエン君とレーモンドが私の周辺を嗅ぎ回っていたことは知っている。君たちまでを巻き込むと。でもさっきでかいやつここから落ちてきたような気がするんだよな。始めた。それだけで十分な過失だ。やはりあなたなの、テラグリジアの黒幕は。ジル、奴らだ。なるほど、私が手を下すまでもないらしい。君たちはクイーンゼロにとって。あいつが手を下すってどうやってやるつもりだったんだろう。君たちの戦いぶりを感じてもらうとしよう。押し方によってはしないんだな。というか、あのプラーガ的なものが体内から出てこないんですね。ちなみにプラーガというのは前作前々作バイオザード5、6とかで敵を倒すと体内から出てくる寄生虫のような弾薬を消費してしまった。ウイルス中和プログラム完了しました。見事な戦いぶりだ。あのアンブレラを壊滅させたというのも同じようだ。おめでとう。マジ？おお、弾薬先に取りたかった。この私が何のために君たちの前に姿を現したか理解してほしいね。あれだろ、現したけどもうどうせ死んでしまうからってことだよ。元来とても臆病者でね、不安は完全に取り除かないと済まないたちだ。 BSAA 諸君、オブライエン君にしても君たちにしても。でも正直言ってこのおっちゃん、別に知らせてからこちらを倒しに来る必要はないよな。見くびってもらっては困る。見たまえ、君たちの命運はすでに私の手中にある。これはクイーンゼノビア。ま
また爆撃機でも送ってくるつもりなのかな。俺は困ったぞ。まあクリスなら生き残るだろうけど、どちらにしろなんかステージが解放されたぞ。それより弾をくれといったところで、今回はここまで。ではまた次回。クリスならなんとかなるだろう。